お疲れちゃんです。ラットです。ということでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらの、ファルチデッキを、ま、使っていきたいと思うんですけど、今ね、ファルチが、もうね、バグです。はい、バグで、もうぶっ壊れ状態ね、まあ、ボークになっちゃってるっていうので、ファルチが、まあ、修正、まあ、今修正されて、最近ね、よく使われるようになったんですけど、その、ま、火力がね、2倍になった。っていうので、射程がね、前よりは短くなったとかがあったんですけど、とか初速が遅くなったりですね、っていうのがあったんですけども、その、修正前の、初速が速い状態になって、しかも火力は、修正後の、強い状態っていうので、そのね、修正される前と修正された後のもういい部分といい部分を、こう、まあ、持っちゃったっていうね、こう、わがままファルチェの状態に今なってて、ファルチェがね、今めちゃくちゃ疲れてます。はい、もうぶっ壊れ状態に、まあ、バグでね、いろいろ、まあ、なっちゃってるっていうので、まあ、そんなバグなね、ファルチを使えばね、まあ、誰でも12勝いけるんじゃねっていうので、まあ、今2敗しちゃってるんですけど、やっていきたいなと思います。というわけで、そうですね、で、こちらの、まあ、ロイジェデッキが、まあね、言ったら麦炭さんとか、さっきマルチ見てたらキタッシャンとか、もうなんかね、いろんなもう有名な人がね、使ってる、デッキになりますね。まあ、回転めちゃくちゃ早い感じなんで、高回転使いの方には結構おすすめかなっていう感じですね。で、まあ、唯一きついデッキって言ったら三重士とかですかね。まあ、相手三重士なんですけども、あ、このレシピちょっと下手かも。これ右は好きだけど、おー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 、なんかちょっと辛いの来ましたね、マジ。これはしっかりトレネで抑えて、後衛をマスケで処理して、こっち側をナイトで。いや、いい。まあ、回転早いんでね。そのエリアドとか取られてないとこんな感じで守れちゃいますね。で、このバグなんですけど、もうね、なんか運営さんが、今日かもう明日にはもう直しますみたいな言ってて、今日は多分まだ来てないんで、多分ね、明日、このバグをね、直す何かが、だからまあバグ直っちゃうと思うんで、まあ、1日限定ですね、なんで言ったら。もう1日限定最強ファルチェ、直なんで、ぜひね、もう今の間に、普段ファルチェ使わない方とかもね、これトレネでまとめちゃいたいな。いや、まとめない方がいいのか、これ。これもな、多分、守れないと思うんで、一回無視して。か、ウッドだけとかでいい感じに守れたらいいな。よいしょ、回転早いから、気合で。OK、俺のファルチ頑張れ。あー、スケが一体ちょっと厄介ですね、これ。なんで、スケでね、処理しに、OK。スケが死ね、OK。このダメージでかいですね。で、相手は、まあ、30白い服の多分テンプレデッキで、まあ、言ったら雪玉だけだと思うんです、スペルが。これね、ハンター結構拡散広いんで、しっかりね、ハンターがタワーの方向に散らないようにやります。これトルネでまとめて、オッケー。これね、トルネクエイクとウッドぐらいで死ぬんですよね。よいしょ。これミリ残りで、まあ、言ったら次のね、なんかウッドかなんかで処理できるっていう感じですね。まあ、トレネでもいいか。これキング起動してるんで、右側までできるだけ最大限に許容してあげて、オッケー。で、あと81がウッドで削れますね。これはまあ攻めてもよかったんですけど、オッケー。まあ、こんな感じで30子は処理むずいんですけど、前半は多分ユニットで回ます。で、後半は、しっかりトレネプラスでやれば。で、あとこれも相手時間ないんで、間に合わないっすね。はい。というわけで、アイスピで逆サイ持ってきてあげて。これはもうファルチェでね。やばい。ちょっと焦る。ちょっと焦るけど、まあ、初速が速いファルチェはね、防衛してくれます。危ねえ！危な！まあ、勝ちですね。ギリギリですけど。ちょっとギリギリですけども。はい、という感じで、まあね、回転速いっていうので、まあ、使いやすいんではないかなと、思います。はい。で、そう、今日ね、でもいつも動画見てくれてる人なら思うかもしれないんですけど、あれ今日、ラット一人で動画撮ってんじゃんっていう、マジで韓国来てから多分基本誰かと絶対ね、喋りながらとか撮ってたかもしれないですけど、一回一人があったから多分それ以外、もう多分ここの1ヶ月ぐらいずっと誰かとの動画を上げてたかもしれないんですけど、さっきね、コタとね、一緒に動画撮ったんですよ。動画撮ったんですけど、なんか普通にね、多分保存の問題かなんかで保存できませんでしたって、コタと撮り終わって、コタがね、今、風呂入ってるんですけど、まあ、ちょ、風呂行ってくるわって言って、風呂行ってきて、まあ、そんな言い方はしないけど、風呂行ったんですけど、そこでね、今、僕が、あれですね、
コタが出ていった後に保存できませんみたいになって、今ね2回目僕が撮ってる感じですね。よいしょ、撮り直し事件ですね。コタと本当は撮ったんですけどボツになりましたっていう。これ相手は枯渇ですね。言っちゃうと枯渇で、ここはまあスケで1回クッション置きつつバレルをトルネでキング起動できると最高ですね。よいしょ、これでもプリン OKOK。 痛い。 ISP をもうちょっと今いい感じにできたらこのやりこぶのダメージを押されたんじゃないかなと思いますね。端前プリンか端前吹きが来てって感じかな。まあ、で多分ロケなんでファルチアをこの左側サイドにね後ろから出せないですね。でロイジェイ出せば、相手は多分アウトロープリンスの形なんで確実にね一発は、まあ、ダメージね稼げると思います。ファルチねロケット徹底してくる。でこれを許容か、これのダメージ美味しいですね。これ入ったら OKOKOK。 これ今度は、まあ、2倍に入ってしまえばこっちはもうあの守り放題なんですよね。回転早くてウッドも取るのもクエイクもあるんでこの前半さえ乗り越えればOKOKOK。 これね、これいいですね。このロイジェンが確実にダメージ与えつつ、よいしょ、ここでねファルチェでしっかりと、防衛していきます。 OK、 もう強い。でこのプリンをネクストがスケルトンなんでここでね一回、ま、処理せずにこのスケルトンで処理します。でウッドをここで攻めてね、まあ、クエイクでもよかったけど、まあ、クエイクだったら残っちゃうんでね。 OKOKOKなんでめっちゃ枯渇には相性いいですね。あの普通のインフェ枯渇とかもあるじゃないですか。あれとかもう神相性ぐらいですね。相性良すぎてやばいぐらい。これも多分ファルチだけでいけるんじゃない、まあ、一応ねトルネかけましたけど OK。 でここのプリンはしっかりつけてね何かにタケ取ってる間によいしょって感じで、まあ、あと20秒なんで守れますね。アイスペでちょっとあーファルチ見せたかった、まあ、端前警戒しつつこれもねウッド使っちゃっていいですね。ウッド使いのトルネでバレルは守れるんでね。よいしょ、はい、という感じで、まあね、このもう高回転ファルチ自体がね今来てます。本当に今来てます。まあでもしかもあと1日で、まあ言ったらね下方、まあ言って下方ってわけじゃないんですけどバグが治るんですから言うてもね使えると思いますし、逆にもう今使っちゃえば正直何のデッキに負けるのっていう事件ですね。まあ、なんかエリポンはいいのか、エリポンはいいんですけどエリポンなしの 3C とか、まあ、またインドラとかですかね。インドラ、まあ、ファルチで焼けますけどやっぱリセットがないんで若干きつめかっていう感じで、僕の対戦相手はペッカですね。これねペッカは別に勝てないことはないと思うんですけど、あのペッカっていうよりこのマジアチャがねきっちりですね。そうこのマジアチャがねマジできっちり。あ、でもこれあれだ、トルネで、上手い人このトルネでね、このファルチをそう、こういうことするんですよ。OK。って感じなんで、さっきのウッドがちょっともったいないですね。まあでも、スケアイスピとかでペッカーね、しっかり防衛しつつ、このナイトでね。OK。これまあウッドだけでいいっすね。よいしょ。で、今の本当はトルネだったらね、トルネでキング起動しちゃって、もうね後から一気に楽になれたって感じですね。はい、というわけで今相手は回ったかな、ペッカがギリ回ってないか回ったかとかだと思うんで一回攻めちゃいます。攻めてねいっぱい相手が 2,3 体ユニット出すと思うんですけどそれをファルチでね全部買っていくっていうイメージですね。よいしょ、でここはあのトレネでね近起動したくて、もしかしたら左に工場、あそっちに工場来たならば話は別ですけど、ファルチ OP ですね。ここはタケ一回取られてからでいいんで処理して、でこのねファルチこれですよマジで、このファルチの前にダークブリンをつけます。そうするだけで相手はねこれに結構防衛しないといけないんで、多分ペッカーは回ってないと思うんですよ。あ、回ってないというかコストあるんか。 OKOK。 でもこのファルチでペッカーのこんだけ解けますからね、こんだけ。あー、これちょっと最悪だな。この防衛ちょっと下手かもしんないですね。ロイジェがペッカーに殴られちゃうんで早くやれ。ああ、ちょっとあの、申し訳ない。今のあの、僕のチャンネルで極稀にあるヘタプッツっすね。ちょっと今のはもったいないんですけど、まあ、トルネで裂いてからとかでもよかったかな。はい。ここはまあ、危ない。このマジアチャが
マジアチャがちょっと厄介。はい、スピで後ろから、よいしょ。はい、止めつつ、まあ、こんぐらいならね、生きるんで、OK。で、これのね、カウンターですね。これにロイジェイつけてあげて、まあ、クエイク打つだけで結構ダメージ入るんじゃないかなと思いますね。OK。このクエイクのね、若干の遅延効果ですね。で、これ多分トルネでエレキとか処理できると思うんですよ。よいしょ。え、待って、やばい。え、無能か？無能か？ちょっと。OK。まあ、でもこれ一回止めて、やばい。待って、無能か？オッケーオッケー、危ない危ない。ファルチェがやっぱ優秀ですね。ちょっと今ね、無駄にいい試合しててちょっと困りますね。はい、でこのマジアチャはファルチェ振れ、今の振ってくれるとすごい美味しかったですね。でここのダメージ入れたくないですからね。あー、まあ一回ちょっとダメージ受けるかもだけど、クエイクでもう若干削りを意識していきますね。よいしょ。で今これ多分、あー、それはちょっと厄介。まあこれスケでこっち側に連れてきてあげて、ここねトルネでキングギドできてないのが痛いですね、マジで。やばい、待って、やばい、やばい。でここを軽く処理されるのが嫌なんで、ナイトファルチ作って、これにコスト割いた瞬間にペッカ避け、ペッカ、これはもう一枚割く、もう一枚ザップか、ザップサイドからいいや。これで攻めてペック引っ張って、よし、オッケーオッケーオッケー。ゴムはこれしかない、これしかない、俺の削れる。あ、あ、待って、終わった終わった、ちょっと待って待って、奇跡的に無理かなこれ。あ、やばいやばい、奇跡的に耐えれるかも。あ、終わった、くそ負けた、くそ負けた。これだ、今最後普通に攻めクエイク打って遅延効果かけとけば今勝ててましたね。いや、もったいな、あの普通にウッドとかクエイク打っとけば勝ててましたね。いや、こだもって、あの申し訳ない、さっきなんかね、なんかファイルの問題で保存できませんでしたってなった。あ、なるほどね。はい、というわけで、そう、いや、マジ今もったいな、普通に攻めクエイク打っとけば今遅延効果入って普通に勝ててましたね。いや、もったいない。いや、2勝して最後いっぱいしたって感じで、まあそうです、最後ね、最後ああいうところでしっかりねクエイクまで打っとけばっていうところでね、ちょっと悔しい結果ですけど、あのマジでね、1日多分もう1日限定だと思います、このねぶっ壊れハルチェ。ぜひね、皆さんあの使ってみてください。というわけで、あのこちらのデッキね、ぜひ使ってみてください。でこれはね、あの他のね、このバルーンとかもね形があるんで、ぜひねロイジャーよりはバルーンかなーって方はこちらも使ってみてください。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。コメントもねぜひぜひ待ってます。ではお疲れ様です。